ロッテ佐々木朗希、自主キャンプへ。まだ続報がない模様。はい、草、マジ？すっかり天狗やね。自主キャンプほんと好き。残っても雰囲気最悪やろ。そのままドジャース行くから。ロッテが甘やかしすぎた結果やろ。今年ポスティングしたらこいつの勝ちってことでいいんか。だいぶ面倒くさいやつやな。ロッテがこの化け物を生んだんだから責任持てよな。令和の怪物。栄誉もう来年投げなくても、話にならんわ。え、これマジでコンオフ中にメジャー行こうとしてる？半分ネタやと思ってたけど佐々木の自主トレ情報とか今年一切出てこないのと吉井の反応とか見てたらなんかね。ロッテファンはこんな舐めた態度取られて仮に残留したとして応援できるんか。これでキャンプギリギリに公開したらそれはそれでダサいし積んでないか。1年目から全く投げず1軍帯同して吉井がつきっきりで面倒見て育ててた結末がこれって冷静に考えてすごい話だな。こねるのはやめましょう。どうせ自費でやるならドジャースのキャンプに参加してもいいよね。最初スポニチガセ扱いされてたのに公開しないせいで真実見ますのおもろい。契約もしないし喋らないから憶測だけ増えていく。佐々木からしたらもう日本の打者とか相手にならんわけよ。で WBC でメジャーの打者にド派手にスリーラン食らってここじゃないと成長できないと肌で感じたんやろ。良くも悪くもメジャーリーガーと対戦して意識変わったんやろな。佐々木奥川宮城で宮城が一番当たりって誰が予想できるんだよ。